続いて松山の旬、水口さんです。はい、昨日5月5日は立夏、もう暦の上では夏ということになります。はい、そこで今日の松山の旬はこちら、綺麗な緑色が特徴の初夏の味覚、大粒の豆をご紹介します。松山市養護、住宅地の一角に畑が広がっています。こんにちは。あ、こんにちは。収穫中にお忙しいですか？あ、そうですね、ちょっとここのところ雨があったんで、収穫が遅れてるんで。初夏を代表する味覚の一つ、そら豆です。玉井茂樹さんが栽培しているのは、松山農林水産物ブランドに認定されている松山一寸そら豆。豆一粒の大きさが一寸およそ3センチメートルあることから、一寸そら豆と呼ばれます。そら豆を漢字で書くと、空に向かって育つことからそら豆、または鞘の中の綿が蚕の作る繭玉に似ていることから、そら豆と書くこともあります。最初からこの大きさってわけじゃないですよね？まあ、だんだん大きくなっていってるんですけど、まあ、途中は こんなような感じですよね。あ、かわいいこれがまあ初めの頃というか、もっと初めなんかもう こから先ぐらいですよね。え、こんなにちっちゃいんですか最初は？ただまあその頃に風が吹くと結構落ちちゃったりするんですよ。そら豆は10月中旬に植えてから収穫まで半年かかります。栽培期間が長いのが特徴です。また大きいものは背丈が150センチを超えるため、強風で倒れて鞘が落ちてしまわないよう支柱を立てたり、日当たりを良くするために枝を間引きしたりと、栽培には手間がかかるといいます。一株に30本ほどついた鞘を一本一本ハサミで丁寧に収穫していきます。ちょっとかがんでずっとしてたりすると腰が痛くなって。玉井さんに美味しい豆の見分け方を教えてもらいました。完熟度から考えると、こういった形でこうくびれがはっきりしてて、で触ってみてある程度硬いやつがいいと思いますけど。くびれはっきりのそら豆を農協女性部の皆さんに調理してもらいました。いろんなお料理使えますからね。はい、だから今の旬を味わったら一番いいと思うんですよね。生姜が味のアクセント、甘皮を剥いたそら豆とエビを使った旨煮に、甘皮を剥いてそのまま素揚げ、豆自体のホクホクした食感が楽しめ、ビールのお供にぴったりです。そして茹でたキャベツとそら豆、彩りに夏みかん、酢を効かせたさっぱりドレッシングと和えれば豪華なサラダに。すごいそら豆の風味がいいですね。そうですね、夏みかんの甘酸っぱさがちょっとアクセントになって、牛肉も入っているので、こう豪華なボリュームのあるサラダというか調理方法によってさまざまな食感が楽しめます。塩茹でしたものは冷凍保存もできるそうです。いいそら豆ができたと思いますので、ぜひ初夏の味を楽しんでください。番組からプレゼントです。松山農林水産物ブランドに認定されている松山一寸そら豆4キロを抽選で10人にお届けします。来週月曜日までに南海放送アプリから応募してください。